四辺3から7辺はブリッジです。私は2つのメシアの四辺の間の階段だと思っています。四辺2辺は神様にあむらすすがれたものが拒否されることの予言であり、四辺8辺は主の人としての究極的な勝利です。その間にある四辺はこの2つのメシアの四辺をくっつけるための接着剤です。 間の詩編は主にメシアが地上におられない間特に主が大観難時代と名付けられた期間のイスラエルの経験な残された者たちのことを説明していますこの5つの詩編の中にはイスラエルの詩編、悲しみ、混乱、問題、そして罪が記されています私たちは同時に彼らの神様にある確信、神様の約束そして解放を求める彼らの祈りを見ます その人たちが誰であるか、歴史のどの時代に生きているかに関わらず、すべての経験な人たちは試練と悲しみを分かち合っています。これらの試練の中に与えられる慰めはすべての神様の子供たちのためのものです。これらの試練を見るのに三つの見方があります。もちろん主要な解釈はダビデの個人的な経験に関することです。それから大観難時代のイスラエルの国の経験な残された者たちに対する直接的な適用があります。そして同時にすべての場所の世界の歴史のあらゆる時代の神様の民に対する適用があります。もし私たちがこの見解で試練 を見るならば、詩編は私たちにとってもっと意味深いものになることでしょうダビデは自分の罪の結果を取り刈り取らなければなりませんでしたそして彼は自分の息子の無本の中にその刈り取りをするのです私たちはダビデの敵たちが彼の周りに ののの至る所に増えていきイスラエルの人々の心はアブシャロムになびいていてるのを見ますアブシャロムが無反を起こしていた間に他にも多くの者たちがダビデに対抗して立ち上がりましたダビデは果たして泣きながらエルサレムから出ていきましたギデロンを通り過ぎましたそこには彼のための何の助けもないかのように見えましたこの背景を念頭に置いてさあ詩偏3辺を見てみましょう詩篇第3篇1節主よなんと私の敵が増えてきたことでしょう私に立ち向かう者が多くいます ダビデはエルサレムを去りながら自分の心をそのままが語っています。次編第2編、2節多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。セラ。多くの者たちがダビデは神様からの助けを見ることはない。神様は 彼を捨てたのだと言いました。でも神様は彼を見捨てられはしませんでした。誰かが私に神様がど,うどのようにしてダビデのような男に我慢できたのか私には理解できないという時私はまあ神様がダビデに我慢されたのならきっとあなたや私にも我慢してくださいますよと言いたくなります。神様は悔い改めて神様のところに来る人ならどんな信者でも許してくださるのです。だからといってダビデが自分の罪の代価を支払わなかったという意味ではありません。彼はその代価を支払ったのだからです。 二節のの最後のところにセラという言葉があります。この言葉は詩篇の中に大体71回出てきます。セラはおそらく音楽の休止符休みだと思うのです。あまり音楽のことを理解していない普通の一般人にはこれは止まってみて聞きなさいという意味です。これは踏切にある標識です。私たちはこの素晴らしい詩篇に来るときには止まってみて聞かなければなりません。セラは私たちにそうするようにと促してくれます。神様の御言葉に来るときには私たちはそのようにするべきなのです。 詩編第3編5から6節私は身を横たえて眠る私はまた目を覚ます主が支えてくださるから私を取り囲んでいる私を取り囲んでいるイクマンの民をも私は恐れないこの詩篇は朝の詩篇と呼ばれてきましたこれは一日を始めるのに良い詩篇ですダビデに降りかかっていたすべての問題や困難にもかかわらず彼は主を信頼していました彼は夜眠ることができました彼は眠るためにアスピリンや鎮静剤を 取ることはでできませんでした彼は単純に死を信頼し、自分の頭を神様の約束という頭にのせ枕にのせて眠りについたのでした。もしも今日神様に対する恐れがもっとあるならば、人に対してへつらうことはもっと少なくなるでしょう。神様を恐れることがあなたに勇気を与えるのです。もしあなたが神様を恐れているなら、人を恐れる必要はありません。ダビデは神様を信頼しました。詩篇三篇七節、死を立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち。 悪者の刃を打ち砕いいてくださいます。頬骨を殴られると本当にノックアウトされてしまいますそしておそらくダビデはそのような経験をしたことがあったのでしょう彼は自分の敵は頬骨を打たれると言っています神様はまた悪者の歯を打ち砕かれました彼らはそれ以上ダビデに噛みつくことはできませんでした「四篇三篇第3篇8節救いは主にありますあなたの祝福はあなたの民の上にありますように」 救いは主にあります。これは偉大な聖句です。主は救いの原作者です。ダビデは決して救いがポケットに入れたり、なくす可能性のあるコインのようなものだとは思っていませんでした。彼は決して救いを自分が達成しなければならないものだとも思っていませんでした。救いは神様の贈り物です。ダビデはこの詩篇の中で神様を盾と呼んでいます。盾として神様はご自分の者たちを覆ってくださいます。エペソ人への手紙、6章、16節で、私たちは信者として信仰の盾を取りなさいと命じられています。ダビデは盾がどのような役割を果たすか知って、しょっちゅう盾 手を使ったのですまた神様は彼の栄光でしたダビデは神様のご臨在を信じていたのです覚えておられるでしょう 栄光の雲がイスラエルの上に広がっていたのです。それはご自分の民のただ中に神様がご臨在されるという目に見える印でした。今日私たちは信仰によって歩み、神様のご栄光を私たちと共にあります。神様はご自分の者たちにご自分を現実のものとしてくださるのです。神様はダビデのために家を建て、彼に祝福と栄光と王国を与えると約束されたのです。ダビデは言いました。神様は私の頭を高く上げてくださる。私たちを落ち込んでいるかもしれません。でも神様は私たちを高く上げてくださいます。素晴らしい支援だと思いませんか 詩篇第4編は次のように分かれています。叫び1から3節、失跡4から5節、地震6から8節。この詩篇には音楽的な題名がついています。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの参加。おそらくこの詩篇は弦楽器のソロで演奏されたのでしょう。この詩篇は大きな叫びで始まります。困難の時の神様の民の酒所はいつでも祈りです。そしてすでに見たように神様は彼らの盾なのです。詩篇4編、第4編1節。 私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。 苦しみはプレッシャーを示しています。人生のプレッシャーは大きいものです。私たちの時代、このプレッシャーは大きく、私たちには神様の御言葉にある励ましが必要です。支援、第145編、18節。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。支援、第50編、15節。苦難の日には私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。私はあなたを、あなたは私をあがめよう。支援、第55編、16節。私が神に呼ばれ、 割ると、主は私を救ってくださる。聖書はただこのような素晴らしい約束に満ちています。詩篇第4編の詩篇記者の叫びは、神様に自分と共にいてほしいという叫びです。支援4編2節、人の子たちを、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかし者をしたい求めるのか。4編3節、知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。 まやかし者とは虚偽のことです。三節。主はなんと素晴らしいことでしょう。神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。その後彼は二つの節にわたって叱責を書いています。これはある種の警告です。詩篇四篇四節。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心を語り沈まれ。詩篇第四篇五節。義の生き人を捧げ、主により頼め。 4節、今日私たちはあまり多くのおのの木を目にすることはありません。5節、パウルはこの考えをエペソのクリスチャンたちに示して、対して示しました。エソ人への手紙、4章25節、ですから、あなた方は偽りをして、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として、互いにそれぞれのものだからです。さて、ダビデの自信と信仰の確信を見てください。支援、第4編、6節、 多くの者のは言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうか、あなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。多くの人たちが、もう何も正しいものはないと言います。私たちはどれほど主が御顔の光を私たちの上に照らしてくださることを必要としていることでしょう。詩篇4篇7節あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。 ダビデは私たちと同じようでした。困難の時には彼の心はがっかりしました。彼の周りには彼をからかっていた彼自身の民である未信者がいます。神様は彼のためには何もしてくださることはない。でも神様は確かに彼のために何かをしてくださいました。 あなたは私の心に喜びをくださいましたそれは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っていますダビデは神様が自分に良くしてくださることに気づきましたそして神様は私たちも良くしてくださるのですこの夕べの詩篇がどのように締めくくられるかを見てください詩篇第4篇8節平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます主よあなただけが私を安らかに住ませてくださいます あなたには夜睡眠薬が必要ですか詩編第4編を試したことがありますか詩編第4編はどんなブランドの睡眠薬よりもずっと良いものですこれらの詩編は今日私たちにとってどれほど素晴らしいことでしょうそしてこれらの詩編はこれからやってくる苦難の日に神様の民にとってどれほど大きな意味があることでしょう